どうもベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきたいと思います。今日皆さんに紹介いたしますのは、名古屋市東区にありますこちら白壁カフェ花ごよみさんです。モーニング文化が盛んな名古屋の中でも人気のカフェになりますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。レッツゴー。こちらのお店のモーニングは朝の7時30分から営業しています。そしてモーニングのお値段は450円で、トースト、おにぎり、冷やし茶漬けの中から選ぶことができます。今回はその中から冷やし茶漬けを選びました。さて、注文した冷やし茶漬けのモーニングセットが運ばれてきました。ご覧の通りボリューミーな内容となっています。コップたっぷりに注がれたこちらのコーヒーと、さらにはこの蓋を開けてみると茶碗蒸しが入っています。そしてたっぷりの野菜と、そしてこちらの蓋を開けてみますと、中には冷やし茶漬けが入っています。嬉しい塩昆布と、さらには梅干しが含まれたお茶漬けとなっています。それでは早速それぞれ食べていきたいと思います。それではまずこちらのコーヒーからいただいていきます。氷もたっぷり入っていて、キンキンに冷えたコーヒー美味しいです。続いてはこちらのモーニングセットのメインでもありますこの冷やし茶漬けをいただいていきます。中央にわさびが乗せられていて、このわさびとともに早速一口食べていきたいと思います。ひんやり冷えたこちらのお茶漬け、とても食べやすく、さらには塩昆布、そしてお茶漬けの出汁、そしてさらにはわさびの風味が効いていて、とても美味しいです。ちなみにこちらの冷やし茶漬けは春夏限定メニューのようです。秋から冬にかけてはお粥が出てくるそうなので、ぜひまたそちらのお粥を食べに来店したいなと思います。続いてはこちらの茶碗蒸しもいただいていきます。茶碗蒸しも小ぶりな具材がたくさんと入っていて、しっかりと作られていて、お出汁の味も感じることができます。こちらの茶碗蒸しの味は非常に優しくて、つい一口いただきますと気持ちがほっこりとします。そしてこちらの野菜たっぷりのサラダも、どれも野菜たちが新鮮で美味しく、そして爽やかなドレッシングがかかっていますので、最後まで美味しくいただけると思います。ボリュームたっぷりのモーニングをぜひ味わいに白壁花ごよみさんに来店してみてください。店舗情報に関しては概要欄に載せておきますので、合わせてチェックをよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい料理や日本酒など多数動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは See you!